皆さん、ヤッホーリクチャンネルのリクです。今日は皆さん分かる通り、私前にねこの動画で100均の材料で模様替え、部屋の模様替えしたんですけど、まだまだ部屋紹介できる状態じゃなくて寂しいんですよ、部屋が。でなので今回 IKEA のもの、いろいろ商品見て模様替えできそうなものをお買い物しちゃいたいと思います。まあね、もう当分ねコロナの影響でもうずっと来れてなかったんで、これからも当分来れないと思うので、もう隅から隅まで見てお買い物しちゃいます。それではマスクをちゃんと着用してレッツゴの中に来たということで、まあ、今ソファーコーナーなんですけど、まあ、ソファーはまあいいかなと思いますね。そんなスペースないです、ソファー置くスペースがないんでね。じゃあどんどん見て回りたいと思います。テーブルとか欲しいんですよ私。あとなんだろう、飾るものとか。おふわふわです、めっちゃふわふわ。待って、あっちにさテーブルあんだけど、テーブル見ていきます。はい、テーブルコーナー。待って、いい感じなんだけど、ちょっと私がイメージしてたのとはちょっとあんま違いますね。あとテーブル、あ、そう、カーペットも欲しいの。そう、ちっちゃいカーペットと、あと棚、棚が欲しいんだ、かわいい棚。ここはいいです。待って、こういう椅子欲しいんだけど、いいなこれ。あ、見て、ああいう椅子が欲しいの。あ、揺れる椅子、これの、ちゃんとした木のやつが欲しい。わかるかな、よく絵本とかに載ってる。え、よくない、置く場所ないけど。え、超欲しい。待って、欲しい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 。で、こういう棚とかよくない、白い棚、白の棚が欲しいんですよ。でもでかすぎるかな、これ。でかいですね、ここら辺の。よし、次。先生、これちょうどよくない、この棚。いい感じだと思うんだけど。いいね、これいいね。あ、横にも置けるタイプだ。縦の方がいいな。こういうのよくない、置けないか、でかい。引き出しもあるし、でかいけど。これが、これだけだったらいいかもね、この半分だけ。よし、行こう。見てこれ、超オシャレじゃない、ガラス良くない、透ける感じ好き私。もうこっちはタンス系ですね、タンスはいいですね。あ、見て、え、かわいい、やば、超オシャレじゃない、見て、かわいい、欲しいんだけどこれ。え、めっちゃかわいい。あとはタンス、え、超オシャレ。棚みたいな、あの引き出しですね。いい、よくない、かわいい。ちょっと気になったのは写真撮っときます。カシャ、オッケー。よし、じゃあ次見に行こう。ゆうちゃん、これはよくない、これ超いいと思う。いいね、いいね、いいね。1万円、写真撮っとこうかな。いいね、本棚。私、あの机の本棚がちっちゃいんで、本棚がめちゃくちゃ欲しいんですよ。本全部入りきらなくてもあれだよね、フィギュアとか飾っても可愛いと思う。どれ、これ、うん、横がないとなんか、うん、落ちちゃいそう。あのね、私の部屋の椅子も全然もうボロボロなので、ちょっと新しいの欲しいなと思ってます。どういうのがいいかな。あ、あそこにあるのとかいいかも。こういうのとかよくない、こういうの、これめちゃくちゃよくない、白。1万円、本棚と同じ値段です皆さん。あ、あそこもいいかも、これの白だったらいいかもね。ないですね、白は。白だったら欲しい。はい、もう2階を一通り見て、まあまあ本棚とかそのおしゃれな棚とか気に入ったのあったんですけど、まだテーブルとかカーペットとか照明とか見てないので1階も行っちゃいたいと思います。行ってきます。待って、私がずっと欲しかったやつ、私がずっと欲しかったやつ。待って、やばいやばいやばい、見て、雲、雲、雲ライト。え、やばくない、超かわいいんだけど。ハートとかもあるね、やっぱ雲かな。え、見て、いっぱいある。2000円ですね。え、すごいかわいい。
あ、もう電池切れかな。2個でいい。いやー、いいの見つけられてよかった。あ、やった。はい、次ラグとかカーペットのとこですね。欲しいんですよ私、自分の部屋に敷きたくて。ちっちゃいのでいいので。え、待って、こういうの良くない？ラグ、あ、細長いタイプか。もうちょい大きいのかと思った。四角か丸が欲しい。あ、あっちにもあるよ。ちっちゃいねこれね、ミニサイズですね。こういうテーブルが欲しいんですよね。高いかな、ちょっと。あの折りたたみ式の方が欲しいんですよ。こうやってすぐ片付けられる感じ。ないかな。時計めっちゃある。え、安くない？待って、250円、超安いじゃん。しかもちょっとおしゃれ、いろいろあるね時計も。お、え、待って、これ超可愛くない？立てる感じじゃん。いいねこれね、ちょっと考えよう。あ、これだ、これ吸盤でくっつくタイプ。え、超かわいい。待って、で、あ、これもかわいいね。え、なにこれ。あ、光るんだ、これ超おしゃれじゃない？いいね、かわいい、おしゃれ。ワンちゃんコーナーもあるんだけど、超かわいくない？クッションとか。待って、ロッキーね、ちっちゃすぎるすぐ壊しちゃうからね。あ、これ、え、いいじゃん、ちっちゃ。ロッキー絶対頭しか入んない。え、あ、もう終わりだ。え、早くない？じゃあちょっとあっちもちょっと見てみます。レッツゴー。はい、ということでもう買い物が終わり、いろいろと購入しました。今家に帰ってる途中なんですけど、帰ったらこちら、まあ軽く紹介していきたいと思います。じゃあそれではお家にレッツゴー。ロッキーが多分楽しんでます。はい、家に帰ってきました。いやー、すごく楽しかったですね。久々の IKEA はいろんな家具とかあって、で気に入ったものだけ買ってきたので、まあ、そんな大量ではないんですけど、ちょっと買ったもの紹介していきます。残念ながらミニテーブルが見つかりませんでした。あったはあったんですけど、ちょっと私が想像してたのとは違かったので、それは別ところで買いたいと思います。で、買ったものなんですけど、まずゴミ箱、私の部屋にねゴミ箱がなくて、なのでゴミ箱を買いました。白い真っ白な大きめのゴミ箱です。結構安いんですけど、149円とかそんくらいだったと思います。めちゃくちゃ DIY とかやってゴミがめっちゃ出るので、これはちょうどいいですね、大きさね。で、次にじゃーん、これね、いろんな方の IKEA の動画で、あのみんな買ってて超可愛いなと思って、あの雲ライトです。ちょっと一個開けますね。めっちゃ可愛いのよ、本当にずっと欲しくて部屋に飾りたいと思ってたのでね。じゃん、こんな感じの雲のライトです。部屋の模様替えの時にちゃんと綺麗に飾ります。で、これを2個買いました。で、1個2000円なので4000円ですね。高い。で、続いて、まあこれお父さんのライトです。300円くらいのライトです。お父さんが使う、なんか後ろにつけるらしいですね。はい、こんな感じです。あ、電池入れないとまだ動きませんね。これをなんか後ろにつけるらしいです。はいはい。で、続いて、じゃん、これ私がさ、可愛いって言ってた時計です。めっちゃ可愛いでしょこれ。あのね、壁につけるタイプの時計もいいかなと思ったんですけど、もうこれに一目惚れしちゃって、もうこれ買いました。なんかさ、あつ森の公園の時計にそっくりで可愛いなと思って。はい、こんな感じです。可愛くない？こんな感じで、で、これはね、吸盤になってるから、ここにくっつけられるの、どこにでも、だから倒れたりしないからマジでいいです。これいくらだったっけ、700、600円くらいだったかな、忘れちゃいました。ずらしたりね、電池入れなきゃなのか。これ説明書とかあります。可愛いでしょ、これ机に飾ります。で、もう最後しょぼい、はい、雑巾です。あ、違う、ハンドタオル、ハンドタオルって書いてあったな、これ。はい、タオルです。これはまあ普通に家とか掃除の時とかで使おうかなと思ったので買いました。自前入り600円だったかな。はい、以上です。あ、以上じゃない、そう、実は本棚を購入しました。今ちょっと箱が重くてでかいので、あっち玄関にまだ置いてあるんですけど、あのね、部屋の模様替えの時に、あのお父さんと一緒に組み立てて紹介するので楽しみにしててください。またこんな感じのね、お買い物動画見たいと思ったらリクエストぜひ書いてください。はい、ということで今回は久しぶりの、ずっと行けなかった IKEA に行って、私の部屋の模様替えのものをいろいろお買い物してきました。またこんな感じの動画見たいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。概要欄から私の SNS のフォロー、私のグッズも見てみてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Bye.